茨城春日旧教会は、大阪府茨城市北、春日ガ宮にある、プロテスタント系の日本キリスト教団に所属する、教会。1972年設立。現在の礼拝堂の別名は、光の教会。一般には、こちらの名前で呼ばれることが多い。春光は礼拝堂が1989年、併設の教会ホールが1999年。 設計は1996年に国際協会建築賞を受賞することになる安藤忠夫による。牧師は1972年から2012年までが軽込みミのぼる。2012年4月より大石県一茨城市の完成な住宅街の中に位置する。1972年に東京街道が設立された。当初に建設された。 最初の木造モルタル塗りの一般住宅風の簡素な教会堂は現在教会ホールが建てられている場所にあった。新街道と呼ばれた現礼拝堂春光後も教会学校等の用途のため保存されていた。建物は安藤忠夫の建築によく見られる打ち放しコンクリート。礼拝堂の祭壇の後ろに東京街道を特徴付ける十字架状のスリット窓が 壁面いっぱいに設置されており、この光の十字架以外に室内に十字架はない。信者が聖書の世界をイメージするのを助けるために聖画像を装飾として多用するカトリック教会やイコンを用いる聖教会の立場と異なり、それらが偶像崇拝にご用される危険があり、像や絵画を教会に置かないとする立場のプロテスタントの教会道建築らしく簡素な道内である。 床や椅子は木造であるが、工事用の足バイトを流用している。木は暗い色に塗られており、光を強調するのに役立っているが、冬場は防寒のために足元に明るい色の電熱シートが敷かれるために印象が変わる。通常、教会堂建築は、祭壇は最も高いところにある例が多いが、東京会の礼拝堂は、音楽ホールや大学の教室のように、 新座席が階段状になっており、一番下に祭壇がある。壁面いっぱいのスリット窓は構造上、思考上の困難が多かったという。15度の角度で斜めに室内に貫入する壁を持っているが、これは同時期の安藤忠夫設計の兵庫県立子供の館や姫路文学館等にも似た特徴が見られる。なお、当初は資金の問題により、 当初は屋根を後から作る青空協会の案もあったが、関係者や思考会社の寄付により、春工当初から屋根が取り付けられている。光の十字架は、その位置を背面壁から天井に移して、2000年に開業した淡路夢舞,舞台にあるウェスティンホテル淡路内の海の協会にも引き継がれた。1995年に発生した阪神、淡路大震災の影響により、 木造の旧境街道は南側に少し傾き、保存が困難になったため改築されることになり、1999年に、やはり安藤忠夫設計により、現、境界ホールが完成する。こちらも、床や椅子は木造であるが、木材の明るい地色がそのまま活かされ、礼拝堂とは全く印象が異なる。こちらには、トイレや台所が併設されており、2階もある。 信者席はフラットである。光の教会と一体となるように設計が考慮されている。子供向けの教会学校などが主に開かれている。この建物の1階には1988年に安藤忠夫建築研究所が制作した光の教会の建築模型が保存、展示されている。2005年には後ろの壁面ほぼいっぱいにドイツ、 ボッシュ車制のパイプオルガンが設置されるは移動式の小型のものであり、後ろの壁面はコンクリートの壁がすべて見えていた。2010年には安藤の設計により牧師館は改築される。それまでの牧師館は最初の教会堂よりもさらに一般住宅前とした木造モルタル塗りの建物であった。語る人生の贈り物建築家安藤忠雄第一回光は希望やから。 朝日新聞2017年10月9日号。ありがとうございます。